ご視聴ありがとうございます。今回は静岡県浜松市のガタ園庭をご案内します。ご注意、この動画は手持ちスマホで撮影しているため手ぶれがひどい場面があります。また動画の作成者は中の人でも専門家でもありません。そのため内容に誤りが含まれる場合があります。あらかじめご了承ください。静岡県道389号線から入る脇道を通り堤体の近くへ向かいます。この先の県道沿いからは全景を見ることができますが、草木に阻まれてよく見えません。駐車場へ車を止めるとすぐに下駄園庭を見ることができます。フェンスがそれなりに高く、前景を見るには脚立があった方がいいと思います。園庭の周りに民家や商業施設がなく、大自然が広がっています。駐車場には水利使用標識が設置されています。ここで下駄園庭について簡単にご紹介します。下駄園庭は一級河川天竜川水系の下駄川に建設された堰です。堤高や堤長調は不明です。管理をしているのは中部電力。形式は可動堰。利用目的は発電のみです。左岸側の道を歩き、上流側から見てみましょう。上流側から見た様子です。思いのほか、水は溜まっていませんね。それもそのはず、今に設置されているゲートが開いており、川の水は流れるままになっていました。取水もされておらず、横の導水路も空っぽです。この導水路は下流にある下駄水力発電所まで続いています。下駄水力発電所の発電方法は水路式で、最大 2600kW の発電をしています。さて、いつものマニアックなコーナーの時間です。県道から堤体近くの駐車場へ続く脇道に設置されている看板を見てみましょう。
川水系でよく見る看板で、な、の送り仮名があります。赤い文字の部分は、シールで貼られているようです。以上で、下駄園庭の紹介を終わります。最後までご視聴ありがとうございました。